はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は復習はやめときましょうという話をします。まあね、復習ってなんかやられたらやり返したいっていう気持ちどなたもあるかと思うんですけれども、まあ、それをやってしまうと長い目で見た時にメンタル壊しますぜっていう、そういうお話ですね。はい。で、まあ目には目を、歯には歯をっていう話があるかと思うんですけど、まあ、やられたらやり返す、ブワーイヤーしたーっていうのは去年は1000倍返しまで行ったりしましたけど、まあ、なんていうのは昨年ね、大流行しましたが、実際のところやり返すっていう、いわゆる復讐っていうのはどうなのと。で、実はメンタル面には悪影響の方が大きいっていうことが分かりましたよっていう話ですね。で、これは実験がありまして、1500人ほどの男女が参加した実験ですね。1500人の数集めるっていうのは結構大変ですからね。で、実験内容としては参加者にまずひどい目に合わせますひどい目に合わせるって言ってて、ひどいなっていうところですね。で、その次にひどい目に合わせたやつに復讐させると。今回の場合だったら研究者ですね、集めた側の機関の人たちっていうところですね。で、3つ目に復讐をしたグループのメンタルっていうのがどう変わったかっていうのをチェックしました。で、ひどい目ってのは一体何かっていうと、なんかね、文章を書いてもらうんですよ。エッセイ的なものをね、書いてもらった後にその内容を見て研究者がボロクソに言って、あなたは才能がありませんねとか、こんなクソみたいな文章よく書けますねみたいなことを言いまくるみたいな、そんな感じですね。まあ、そんなこと言われて腹立たない人なんかなかなかいないと思うんですけど、で、結果どうなったかっていうと、ボロクソに言われたほぼ全ての参加者っていうのが復習すれば気分が良くなるっていう風に考えてたんですね。要は研究者にボロクソに言われて、で、お前らにそんなこと言う資格があるのかよとか、まあ、こっそりね、飲み物に変なもの混ぜるとかも、そんなことしたかって、まあ、そこら辺の詳しいことは書いてなかったんですけど、ところが復習をした直後に関しては確かに気分が一時期良くなるっていうデータが取れたんですけど、長期的に見てみるとメンタルが悪化したっていうことが分かったんですよ。要はこれって嫌な出来事があったっていうことじゃなくって、嫌な出来事があったことによってそこに復習してやろうと、こいつをなんとかしてしまいたいっていう、そういう気持ちを持つことっていうのが良くないという、そういうお話になります。そして考察に関してなんですが、なんでそうなったかっていうと、まあ、改めてちょっと復習も兼ねてですね、復習っていうのは一瞬だけ気分は確かに良くなるんですけど、時間が経つにつれて復習する前よりも復習をした方がとか、復習を考えた方が気持ちが落ち込むっていうことが分かったんですね。で、みんなが思うほど復讐っていうものは実は気分をいいものにしてくれないんだっていうことが分かったんですね。で、それって一体なぜかっていうお話なんですが、復讐について考えることで相手から受けた被害の記憶っていうのが鮮明になりますと。要するに鮮明になるってことは、思い出した記憶っていうのが強く根強く残ってしまって、さらに大きな出来事として増長してしまうから、要はあなたが責められてしまったとか、いじめられたとか、バカにされたとかね、ボロクソに言われたとかっていう体験経験っていうのが、あなたの記憶の中で大きい大きいものになっていってしまうという、そういうところですね。で、その上でうつ病傾向になったというところですね。うつ病になりやすい人っていうのは、マイナスの出来事っていうのを何度も何度も繰り返して頭の中で浮かべてしまうっていうのが、まあ、傾向としてあるわけなんですね。で、復讐を計画する時点で嫌だった出来事っていうのを鮮明に何度も何度も思い出してしまって、うわあんな時こんな自分に嫌なこと起こったなっていうふうに思い出してしまって、メンタルが病んでいくという結果になって、それが結果うつ病を引き起こすというふうなんかに言われています。ですんで、本当の復讐って一体何なのかっていうのをやりたいと思います。というのも、復讐は今ね、長い目で見た時に鬱になっちゃいますよ、メンタルブレイクしちゃいますよっていう話をしたんですが、それでもやっぱりやられたらやり返したいと、目には目を、歯には歯を、やられたら1000倍返しをって、はい1000倍っていう風に、ね、やりたいと思いますんで、どうすることが復讐を遂げることにつながるのかと。そしてかつ、人に対してですね、自分に対してですね、そのメンタルを壊さないで復讐ができる方法っていうのが一体何なのかっていうのを紹介していきます。ね、まあ人はそうは言ってもね、やられっぱなしで気が済まないっていうところがあるかと思うんですね。やられた分はやり返さないといけないっていう方法と思ったのであれば、まあいい方法がありますぜ、旦那っていうことなんですよ。その方法は一体何かっていうと、自分が偉くなったりとか、社会的に成功することです。そしてその姿を見せつけることによって、バカにしてきたりとか、見下してきた連中っていうのは、あなたに対して、勝ってるから、お前バカだなとか、お前なんてっていうふうに見下してくるんですけど、あなたに勝ってるからと思うんですよね。ところが、あなた自身が、そいつらよりもできると、社会的にも成功してますと、人脈も広いですと、深い人脈がありますというような、そういったことを証明することこそが、そしてそれを見せつけてしまうことが、何も言えなくしてしまうというところですね。で、何も言えなくしてしまうことが、
復讐になるということです。要は今まで相手が戦える土俵で戦ってたんですけど、あなたの土俵に立ってそいつらを引きずり下ろすとか、土俵まで上がってこいよって挑発するっていう、そんな感じですね。まあ挑発なんかもしなくてもいいかもしれないですけどね。だからさらに自分を磨いて、もっと上もっと先へって頑張ってるうちに、バカにされた、見下したっていう、見下されたなんていうね、復讐された気持ちなんていうのはゆくゆくはなくなっていくんですよ。だそうなると自然と復讐心っていうのは浄化されていくんですが、まあとはいえやっぱりそれが結局復讐につながっていくという、そんなところですね。でメンタルの調子も良くなっていくんですね。当然だってあなたが社会的地位に成功した、お金持ちになったりとか、いいパートナーを見つけたとかね、それから人生満足するような過ごし方ができているとかっていうような状態になっていきますんで、メンタルの調子も良くなって人生の満足度も当然上がるというところです。ですんで結論言う、もう一回話をすると、長期的に見た時に復讐にとらわれてしまうっていうのは、あなたのメンタルを壊してしまって、なんなら行動力も下げてしまうという結果になりかねませんので、そういうのがないように、復讐にとらわれないよう、まずは自己研鑽、自分を磨き続けるということを意識して、取り組んでもらえたらというふうに思います。ということで本日の動画、復讐やめときましょうという、そういうお話でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。